長島ダム。長島ダムは、静岡県灰原郡川根本町、一級水系、大井川本川上流部に建設されたダムである。大井川では1902年、明治35年以来本、支流において盛んに、電源開発が行われ、大井川本川だけでも、田代ダム、1927年、大井川ダム、1935年、奥泉ダム、1956年、 伊川ダム、1957年畑、定大2ダム、1961年畑、定大1ダム、1962年と6カ所のダムが建設され、一大電源地帯となった。利水についても、1947年、昭和22年より、農林省、現、農林水産省による、国営大井農業水利事業が着手され、1968年、 昭和43年に大井川用水が完成。流域の茶畑をはじめ、広大な農地に水が供給された。このような形で、大井川は高度な水利用が行われた反面、地水に関しては、従来より進められている、堤防整備や河川敷整備を行っており、大河川の割には、他の河川と比べ、河川総合開発事業のよう多目的ダムを中心とした。 総合開発は行われていなかった。流域の年間降水量が3000ミリメートルを超える大井川はたびたび洪水を引き起こし、1954年昭和29年9月の台風14号は流域に大きな被害を与え、これを機に1958年昭和33年に大井川河口から24.9キロメートルまでの区間島田市関座付近が 旧河川法による指定区間となり、建設省、現、国土交通省による直轄管理が行われた。1967年、昭和42年5月には新河川法による一級水系に指定され、河川管理の基本となる大井川水系工事実施基本計画が策定された。だが、1974年、昭和49年7月の通称、 七夕豪雨では静岡県下に甚大な被害をもたらし、大井川の抜本的な治水対策が求められた。一方、静岡県中部地域は東海道新幹線や東名高速道路の開通に伴って、首都圏や名古屋市などへのアクセスが格段に向上。工場進出や物流の中継拠点として産業整備が活発化。 それに伴い急速に人口が増加していった。このため、上水道の需要が増大し、新規の水供給が不可欠となった。だが、大井川は、環境水利権や発電用水利権が既得権として設定されており、新規に取水するのは他の事業者との調整が必要であり、困難が予想された。このため新たなる水亀が求められた。こうした背景があり、 大井川に多目的ダムを建設して、大井川流域の治水と利水をまかなおうとする機運が高まった。そして1972年に上流部、大井川ダムの直上流部にあたる、本川根町場一地先にダムを設する計画が発表され、1974年、昭和49年に大井川水系工事実施基本計画の一部改定を、 受けて、正式なダム事業として事業が開始された。この、大井川総合開発事業の中核施設となったのが、長島ダムである。長島ダムは、形式が、重力式、コンクリートダムで、包み高は、当初112.0メートルを計画していたが後に、修正されて109.0メートルとなった。特定多目的ダム法に基づき国土交通大臣が、 直轄管理を行う特定多目的ダムであり、大井川水系唯一の多目的ダムである。目的は、洪水調節、不特定自水、灌溉、上水道供給であり、水力発電目的は有しない。水力発電を行わないダムとしても大井川、本川では唯一となる。計画から29年後の2001年、平成13年に完成しており、日本の長期化、 ダム事業の一つでもある。取水目的では、ダム地点における計画降水流量、計画された最大限の洪水流量毎秒6600メートルを毎秒5000メートルに軽減、毎秒1600メートルの水量をカットする洪水調節を行うが、膨大な洪水量を調節するために、日本最大級の常用洪水吐きゲートを6問備えている。 また不特定地水については、大井川の正常な流量を維持する河川に維持放流が最大の目的となる。大井川は1961年、昭和36年の潮号ダム完成以後、水枯れ状態が長く続き、正常な流量復活は流域住民の悲願であった。中部電力は1989年、平成元年の水利圏更新以後、 毎秒3から5メートルの維持放流を行ったが、長島ダムではこれら電力会社管理ダムと連携して、風に維持放流を行う。2006年、平成18年からは、田代ダムの水利権一部変換による維持放流開始に伴い、毎秒0.43から1.49メートルの連携放流を開始している。さらに、大井川上流の山岳部は、 糸井川静岡構造線の影響で崩落が激しく、それに伴う下水の白濁化がかつては問題になっていた。これを防止するため、長島ダムと直下流の大井川ダムでは、湖水の表面から正常な水を放流することによって、下流の濁水を解消する機能も有している。まず考え目的としては、大井川用水の水源として、農林水産省が施行している。 国営大井川用水農業水理事業や国営牧野原農業水理事業及び静岡県営農業水理事業と連携した農業用水の友を行っている。大井川用水は従来、笹間川ダム、笹間川に付設する川口発電所の放流水を同地点にある川口取水口より取水し、大井川下流や牧野原台地へ供給していた。 これに長島ダムからの供給分を加え潤沢な揚水供給を図る。島田市関座において東西に分水され、八重洲市、藤枝市、島田市、牧野原市、掛川市、袋井市、菊川市、尾前崎市、灰原郡吉田町の八市市、約5 1 4十もヘクタールへ、新規の揚水供給を行う。上水道供給目的としては、百七十七年、 昭和52年により、大井川下流域の市長で構成する、静岡県大井川広域水道企業団が、上水道事業に参加することで具体化した。大井川用水と同様に、川口発電所の放流水を、川口取水口で取水、途中の愛賀浄水場より、企業団参加自治体に供給される。焼津市、藤枝市、島田市、牧野原市、掛川市、菊川市、 お前崎市の六市に日量18,400メートルの水道用水を現在供給している。さらに近年工業用水道の供給を長島ダムより図る計画が進められている。ダム完成以後も工場立地が進み工業用水の需要は増大する一方であったが静岡県西部地域、遠州地域のような天竜川利用した工業用水整備が 大井川では行われていなかった。このため従来は、大井川用水より、農業用水を転用して、工業用水を利用していたが、農業用水の他目的への転用は違法であった。当局は黙認していたが2003年、平成15年に、大井川用水の上水道、工業用水道への違法転用問題が、報道によって発覚。早急な対策が迫られた。掛川市。 菊川市、お前崎市、牧野原市の4市は、東園工業用水道事業企業団を設立し、大井川からの適正な取水を行い地域の工業団地へ安定した工業用水を供給する、東園工業用水道事業をしている。折から小泉純一郎内閣の進める地域再生計画の対象にもなり、事業は大井川下流域水利用再生計画として、 上水道事業者の静岡県大井川広域水道企業団も参加して2007年、成19年4月までに長島ダムを水源とした転用手続きを現在進めている。これは上水道需要や農業合理化による利水の余剰化、いわゆる水余りも背景にあって余剰分を有効活用しようとする思惑もある。大井川は流域が 糸井川静岡構造線に沿っていることから、山地の崩壊が激しく、土砂流出が多い。このため流域のダムは、大佐が進行しており、支流の須又川上流に建設された先頭ダムは、大佐率98.1%と、全国一致である。長島ダムにとって、大佐の進行は特に治水機能に、重大な影響を及ぼすため、建設当時から、 大佐対策が重要な課題となっていた。建設省は、長島ダムの上流部に大規模な砂防ダムを建設し、貯留した大佐を定期的に除去することで、ダムの大佐を防除する対策を取った。こうして建設されたのが、長島調査ダムである。この調査ダムは、長期供用されるダムとしては日本で、初の試行例となる、CSG 工法を採用した砂防ダムである。 CSG、サメンテッド、サンドアンドグラベル、直訳すると、セメントで固めたサレキとは、川床サレキや、掘作土砂をセメント、水と混ぜてできたセメント系固化材を、台形状に形成して建設する式のダムである。日本で開発された形式であるが、長島ダムではこの著作ダムのほか、ダム上流部の仮締め切り、ダム建設時に下水を、転流させる際、ダム本体へ、 水が来ないようにせき止める園庭でも様の形式が採用されている。経済性にも優れ、コンクリート製のダムに比べ、走行費を5%程度圧縮することに成功した。なお、長島著作ダムの CSG は、外部コンクリートにレディミクスとコンクリートナマコンを使用したことや、骨材の岩球区分を行われたため、本来の CSG 工法ではなく、 RCD 工法用のコンクリートを改良したものとされる日本初の台形 CSG ダムの施行例は応募ダムの脇ダム差は処理工である。著作ダムは満水時には完全に水没して見えなくなるが、それ以外では姿を表す。こうした著作ダムに加え、開砂採取に使う特殊エジェクターという設備を利用した新しい大砂技術を近年導入していい。 この特殊エジェクターは、高圧水によって、排砂管内部に真空を発生させ、その圧力を利用して、大砂を吸収し、ダム下流や土、捨て場に排出するというものである。ク見と京都大学が開発したものであるが、砂密度90%以上の大砂も吸収できる、ことから、新たな大砂対策として期待されている。大井川の地水取水に貢献する。 長島ダムであるが、ダム建設によって、本川根町の39戸が水没、関連移転を含めると43戸の住居が移転を余儀なくされた。住民はダム建設に対し反対運動を繰り広げたが、当時大井川の枯渇原因がダムであったこともあって、下流の流域住民も長島ダム建設に否定的姿勢を見せた。建設省は1979年、 昭和54年4月17日に長島ダムを水源地域対策特別措置法の対象ダムに指定、水没住民への保障を厚くするほかに、水没地域である本川根町の地域整備を実施した。具体的には、大井川沿いの露天風呂、森の泉、新設、拙素郷温泉内への温泉会館の建設、久保山ゲートボール場の新設、 奥大井湖上駅へのレークコテージ時く大井の新設などである。また、大井川沿岸を走る大井川鉄道井川線が、川根一代駅から川根長島駅間でダム建設により水没することから、井川線の損壊問題も起こった。井川線は、上流の静岡市井川と仙洞を結ぶ重要な交通機関であり、観光路線の一つでもあることから存続を求める声が上がった。 このため建設省は1990年、平成2年により、保証工事の一環として、伊川の付け替え工事の施行を開始した。付け替えにより、川根一葉駅から長島ダム岸までの間が、標高差ができて、急勾配となるため、アプト式のラック式鉄道が採用された。川根一葉駅を、アプト一城駅と解消、長島ダム岸に長島ダム駅を新設して、 この二駅間を電気機関車によって推進する方式である。また、ダム湖を渡る鉄橋を奥大井レインボーブリッジと名付け、橋の中間に奥大井小城駅を新設した。こうした工事により、大井川鉄道は蒸気機関車導入に次ぐ新しい特徴を得ることとなった。その後、一川線には南アルプスアップトラインの愛称が付けられた。 長島ダムによって形成された人造湖は2001年、平成13年に、節祖和湖、節祖湖と命名された。これは、大井川上流部の峡谷、節祖峡にちなみ命名されたものである。節祖和湖は、総朝水容量7、800万立方メートルであり、伊川湖、伊川ダム、旗苗湖、畑、定大一ダムに次ぐ大井川水系の大貯水地である。 雪蘇和湖ではカヌーをする人の姿が多い。これは二千三年、平成十五年に開催されたニュー・我が富士国体で想定会場として競技が実施されたことによる。囲碁雪蘇和湖カヌー競技場が設置され、多くのカヌーイストが練習を行う。川根本町は二千五年より、雪蘇和湖カヌー講習会ツーリングを実施しており、初心者が競技場長,長島著作ダム館を往復して、 カヌーに親しむイベントが行われている。2006年、平成18年8月には、文部科学大臣杯、日本カヌーフラットウォーターレーシングジュニア選手大会の会場となっている。雪諏訪湖は、春の新緑や秋の紅葉も美しく、2006年7月には、森と湖に親しむ循環の全国行事である、奥、大井雪諏訪湖フェスタも行われた。長島ダムは、 地域に開かれたダムとして、ダム本体や周辺施設を積極的に一般に開放しており、社会科見学や観光で訪れる人が多い。ダム管理所の1階は展示室となっており、ダムの構造や事業目的について詳しく解説している。ダム天場は展望台になっており、急坂を登る大井川鉄道以下は線の姿を見ることもできる。ダム直下も開放されており、 大樽広場や四季彩り公園が整備され、しぶき橋からはダムを真下から見上げることができる。ただし、放流時には水しぶきをまともに受ける点には注意が必要である。この地域は静岡県有数の観光地であり、付近には節素橋温泉や須マタ橋温泉がある。上流にはイカーダムや畑、丁第一ダム、さらに南アルプス東町のメインルートでもある。 アクセスは、大井川鉄道井川線、長島ダム駅下車徒歩2分、自動車では、東名高速道路、相良牧野原インターチェンジより国道473号を、経由、国道362号より、静岡県道77号川根諏訪田京線を、諏訪田京温泉、島ダム方面へ北上し、奥泉パーキングエリアで、静岡県道388号節素京線へ、 右折ししばらく進むとやがて巨大な停滞が完全に現れる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。